甲府都市圏中心部甲府都市圏は山梨県甲府市を中心とする都市圏である。荷重地が限られている山梨県においてほぼ甲府盆地一帯が都市圏である。中心部である甲府市の人口は一貫して減り続けていたのに対し、都市圏人口は2000年の国勢調査まで増え続けていた。理由として甲府市は荷重地面積が少なく居住できる敷地が限られて、 いるのに対し、郊外は、過重地に余裕があるため住宅地を求めて、人が、市内から市外へ転出していることが挙げられる。このため、口述に示す通り、甲府市の中夜間人口比率の差が激しく、人口5万人以上の都市としては、高い水準にある。また、これが影響して人口が減少している、中心部の商業施設が衰退の一途をたどっているのに対し、人口が増加している。 周辺部に大型商業施設が乱立している状況になっている。大きく分けて、甲府都市圏、甲府都市雇用圏、甲府広域市町村圏の3つがあり、それぞれ性質や目的が異なる。国土交通省が基準として定めている範囲。下記の九市山町が対象で県内の総面積は2278.51平方キロメートル。 人口は63万2097人。内各都市である甲府市の人口は19万3125人。中野人口比率は114.2%と、同省の定義による各都市の条件を満たしている。2010年国勢調査の基準では、甲府市を中心都市とした八三町で都市雇用権を構成し、 2015年の人口は586,986人である。一方、中心都市の DID 人口は154,036人である。上記の基準と違い、労働者の通勤先の比率により変動する。1980年代は人口集中地区より1 0トル以内にある市町村の未県内であったが、バイパス道路の整備による都市圏拡大や、 平成の大合併により都市圏内に取り込まれる地域が増えている。通勤率が最も高い自治体は、海野市の28.76%であり、以下は通勤率上位5つの自治体である。都市雇用圏の変遷表を縮小するため、常日の交付広域市町村圏の地域を広域圏と表示する。1972年に首都圏整備法に基づく、 都市開発区域の事業を推進するため、甲府市と中駒郡の5町村の6市町村が指定を受けた。この6市町村は1973年に甲府地区広域行政事務組合を設立し、消防本部をはじめ各種共同で事業を行っている。平成の大合併においては、合併前の広域行政組合内での広域合併は見られず、 2004年9月1日に、旧双葉町域を県内に含む、龍王町、四季島町、北駒郡、双葉町が合併して、甲斐野市が誕生し、その後も2006年2月20日に、玉穂町、多富町、東八城郡と淀見村が合併して、中央市に、同年3月1日に、中駒郡中道町と西八城郡上國式村の、内戸関、架橋地区が、 甲府市に編入し、旧豊富村、旧中道町、旧下三石木村の戸籍、掛橋地区が含まれ、現在は、甲府市、海能市、中央市、昭和町の三市一町が、甲府港域市町村県となっている。ただし、消防本部に関しては、旧二葉町域が、海北消防本部、旧下三石木村の戸籍、掛橋地区が、富士五湖消防本部の管轄であるため、 甲府地区広域行政事務組合消防本部の管轄外になっている。上記の行政による定義以外にも企業や教育などによる定義が存在する。都市計画区域山梨県が提唱する範囲、周辺部との転入、転出調査や交通流動調査などに使用されている。構成は甲府市、甲斐野市、中央市、昭和町の三市一町で固定されている。 単位料金区域による分類交付市内から市内通話料金で電話がかけられる単位料金区域である交付 MA の範囲は以下のようになっている。上記範囲内の電話番号は055から 2EF グリと055から30回グリの2通りがある。ただし、交付地域の天気予報ダイヤルとして0552から177を使用しているため、055から217グリは除外されている。 かつては例語語に EF 不利であったが番号が枯渇する恐れがあり EF の13から16、18、19などを市内局番に捻出するため1999年1月1日に市外局番を一桁ずらした後にデガ三十3 0の番号を交府 MA に追加デフの部分が300から309の場合は山梨 MA と区別された 総合選抜による分類現在は全県一学区だが2006年までは甲府学区で甲府市内の県立高等学校全日政府通貨の格差をなくすため甲府総合選抜を1968年から行っていた甲府総合選抜に参加していた高等学校は以下の通り全日政府通貨の甲府学区は 総合選抜対象の上記5校が設けられている、甲府市と昭和町のほか、甲斐野市と中央市も含まれていた。また、甲府南高設置の理数化を含む、全日制専門学科の高校や、定時制、通信制高校は2006年以前も、全県学区である。甲府駅を中心に、JR 東日本管轄の中央本線が、 東西にかけてと JR 東海管轄のみの部線が南へ伸びている。山梨県内の中央本線は東京近郊区間に含まれており、JR 東日本の IC カード、スイカなどの交通系、IC カードが利用可能である。他方、JR 東海のみの部線は合理化によってワンマン運転が拡大した一方、IC カード、とかなど交通系、 IC カードに対応した改札システムの導入予定がないことから、中央本線や山梨交通バス利用者との格差が生じている。かつては、甲府駅から現在の南アルプス市を経由して、藤川町まで伸びる山梨交通電車線が存在したが、利用者減少や災害の影響で1963年に廃止されている。1980年代に、 中央自動車道が全面開通し、国道20号のバイパス道路が相次いで整備されたが、いずれも甲府市中心部を避ける形で通っている。甲府市から平和通りや上東通り、さらには美術館通りやアルプス通りが中央自動車道や国道20号に向かって放射線上に伸びているが、上東通りや美術館通りなど片側1車線の道路が多く、 かつ国母交差点など国道20号との交点では常に渋滞が発生しているため自動車で中心部へ向かうのには予想以上に時間を要している状況である。現在は中央自動車道や国道20号でトラブルが発生した場合の代替道路として中部横断自動車道や厚生道路、新山梨環状道路の整備が行われている。路線バスは一部区間で 富士急行系列のバスが走行しているが、その他はほぼすべて山梨交通系列のバスで運行されており、海野市、南アルプス市などでは自治体運営のコミュニティバスを運行している。甲府市内を走行する路線バスは富士急バス運行の上屈式、中道地区、コミュニティバスと山梨交通運行の45系統、梶川営業所15所アルプス通り1、 高前線を除き、必ず、甲府駅を発着、または経由する。運行間隔は、甲府市の中心部では2から10分と高頻度で、運行している区間もあるが、中距離になると本数が減少し、場所や系統によっては2から3時間に1本、走行しているかどうかの地域もある。また、常日の道路項目の通り道路の問題で、渋滞に巻き込まれ、すく、特に、ラッシュ時は、 定時運行ができない状態になっている。高速バスは新宿駅方面へ向かう中央高速バス新宿線をはじめ中京圏や近畿圏、羽田空港や成田空港へ向かうバスが運行されている。これらの高速バスは甲府都市圏内の主要地点にバス停が設置されており、甲府駅まで向かわなくとも最寄りのバス停から直接目的地へ向かうことができる。 山梨交通は交通系 IC カードの先進事業者で、現在は直営の路線バスや新宿線などの高速バスではパスモなどの交通系 IC カードを利用することができる。AB 金本義継。2010年大都市雇用権統計データ。東京大学空間情報科学研究センター。2016年11月12日閲覧。ABC。 平成26年度総合調査研究。経済産業省。2016年11月6日閲覧。国勢調査データハット ABCDE。平成27年国勢調査結果。総務省統計局。2016年11月6日閲覧。地方人口減少圏の現状や梨県を題材に参照。ABCDE 都市雇用圏を参照。 甲府都市圏における地区別人口増減この番号体系では EF が00から19まで市内局番として使用できない。一方で片道 100km 以上の JR 東日本の在来線区間での途中下車が不可能になるデメリットも生じた。ありがとうございます。